え速塾の久保です今日の朝の相場解説で、まあ、レンジに入ってそれをブレイク上か下にした後でエントリーする、そのエントリーポイントを見極めましょうということだったんですけども、えー、現在3月8日の18時28分でですね、まあ、私なりにレンジは抜けつつあるなと思ってます。ただ、なぜ抜けつつあるという表現になるかというとですね、一応実践は抜けたんですよ。で、こちらの方にある包み足。えっ、ー、と、このレンジの始まりの包み足ですよ。 こちらの方も抜けましたね。抜けたってのはこうですよ。抜けたんですよ。で、移動平均線も横ばい方面から緩やかに上昇している分なんで、まあブレイクしていく可能性強いなと思います。ただ、ヒゲこれがですね、払拭されるまではエントリーしませんので、このヒゲを抜けたらね、エントリーしていこうと思います。え108円の、まあ言ってね、600とか690あたりを、 エントリーポイントに設定するかなっていうところですねでロスカットラインは108円の、まあ、500あたりでいいと思います、まあ、切り番でする必要はないですから適当にその辺ねずらしてやってくださいねで、えー、この図を全体見ると右肩上がりになってますので右肩上がりということで倍で一応ねいいんじゃないかなと思いますでタイマー仕掛けておいた後私はですね明日の朝までちょっとポジション残そうかなと思いますねうん まあまあ、強みにポジション入れてもいいのかなと思うんですけども、それは寝る前にもう一回チェックします。えー、もうじき私もね、え、夕食も終わりまして、結構私寝るの早いんですよね。おやすみなさい。それでは失礼します。